そうなんです。もうすぐ年末ですね。年末は美味しいものをいっぱい食べてゆっくり休みたいものですね。ところで皆さんはご存知でしたか？大掃除は半年に一度必ずしないといけないようです。労働安全衛生規則という法令の中に定められているみたいですよ。ということで僕も早速気になる場所のお掃除しようかな。まずはフローリングの掃除から。ああそうか、ここは僕の手が届かないから無理だな。誰かにやってもらおう。次はお風呂の掃除だね。ああそうか、僕は水がとても苦手だから誰かにやってもらおう。うん、じゃあ玄関の掃除でもするか。ああそうか、ここは電源のケーブルが届かないから誰かにやってもらおう。うんうん、これでだいぶ家の中がきれいになったみたいだ。それでは皆さんも掃除をしっかりして良いお年を過ごしてください。